皆さんこんにちは。私、公益社団法人日本青年会議所関東地区協議会国際人育成委員会の委員長をしてます、石川丈司です。今年、国際人育成委員会では幅広い視野で物事を捉えられ、国際社会で活躍できる人材育成を1年間かけて活動してまいります。その第1弾といたしまして、越境 EC に着目し、番所達也さん、山下智博さんにお声をいただきました。どうぞ、当日の様子をご覧ください。どうぞ。皆様はじめまして、ライドアーキテクスの番所と申します。本日はですね、中国越境 EC 市場と、中国展開の手法、方法についてというふうなテーマで登壇させていただきます。中国の EC 市場全体というところで言いますと、2021年、今年に関しては、約300兆円というふうな市場規模になっております。中国の消費者が、日本の商品を越境 EC で購入するというふうな規模感。今年2021年に関しましては、2.3 兆円と非常に大きく成長しているというふうに捉えていただいて問題はないかなと思います。じゃあ、どういった商品が、日本の商品が購入されているのか。で、見てわかるようにですね、全体の約 50% が美容関連の商品であるというふうな状況になっています。日本イコール安心安全というふうなものがテーマになっていて、まあ、その中でも美容というふうな商品がニーズが高いというふうな状況になっています。質問してもよろしいでしょうか。 e コマースが非常にこう活発だという中国の中で、ネットだけでリアル店舗を求める理由ですね。アリババとして e コマースをガンガンこうマーケットを攻めてきたっていうところがあるんですが、ある程度その e コマースで取れるパイに関して限界が来たというふうなフェーズになっていると。山下智博と申します。本日はですね、ライブコマースについてのお話っていうことで、闇の部分も、実はあったりとかするんで、闇に迫っていきたいなと思います。中国とか中国人といっても、一括りにしてはいけませんということです。もう中国だからこうっていう一括りできないっていうところ、まずこう、収入が、全然違いますよっていうところ一つ。で、その次ですね、使ってるアプリがそもそも違いますよっていうお話なんですね。だから、こう、一級都市の人たちに物を売りたいのに、こういうアプリを使うと届かないよと。なんか物を売ろうと思った時に、じゃあ、どのアプリで、どのプラットフォームで、どういう価格帯のものをどんな人に売るかっていうのを事前に決める。事前にイメージできていないと、全然違う人に対して発信しちゃうことになるんで、っていうのが、中国、まずその、一括りに中国しないっていうところですね。もしもしいいですか。はい。その中国におけるタブーの話をもう一度お話聞かせていただければと思います。そうなんですね。中国でよく日本人って燃えるんですよね。やっぱり中国において日本っていう国は、他の国よりもすごく知名度が高くて、まあ国難記念日って言われるような、こういうタイミングに、おめでたい話とか、楽しいこととかやっちゃうと、ちょっと空気読めてないっていうことになって燃えます。皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございます。私たちの運動に興味を持たれた方、ぜひこちらにアクセスをしてみてください。国際人育成委員会では、1年間を通して国際社会で活躍できる人材育成を目指して、これからも活動してまいります。本日は最後までご視聴ありがとうございました。あばよ。